次は60点取れば合格だな。ユダヤ人は何かを始めるとき、合格点は60点くらいでいいと考えている。機械や契約内容に関しては100点を求める一方で、人間のミスに関しては人間だから間違いを犯すことだってあるさと柔軟に考える。へえ、60点か、意外に低くないですか。この60点という数字は78対22の法則の78に同じく78をかけると6082になるんだが、その上の2桁である60から取られている。だから大体のことは 60% いけば御の字だと考えているんだ。これは完璧主義の話にも通じるだろう。 100% を目指そうとすれば想像以上の時間や労力をかけることになるし、途中で挫折したり中止になることが多い。それよりも、もし何かを目指すのであれば 60% の達成率を目指してみるのがいいと書かれている。人生の希望も同じだ。6割達成できればまあまあいいと考えてみる。7割いけば上出来、8割できれば感謝すべきだ。